して、ブレア学園1年の美容学科ヘアメイク検定の吉江です。はじめまして、ブレア学園1年生の美容学科ヘアメイク検定のルカです。これからブレア学園の YouTube に私たちもちょくちょく出るので紹介 します。グダグダ。割とうちら初めましてじゃん、うん、なんか付き合ったりしようよ。ね、そうしよう。普通にさ、好きな食べ物とか。好きな食べ物、辛いの好き。辛いの好き。え、うちめっちゃ無理なんだけど。辛い系の企画とかしたい感じ。したい。うちはラーメンが好き。ラーメン、結構毎日ラーメン食べてる。何やラーメン。え、全部好き。よく見てる YouTuber は。え、でも普通に水溜りボンドとか見る？あ、見る。東海オンエアとかめっちゃ好き。え、もうそういう系好き。ハルハっていうのめっちゃ面白い。いつも何してんの普段？え、普段もうずっとバイトかな。え、バイトしてるんだ、偉い。してるけど、最近はめっちゃ遊んでる。友達と遊びまくってる。え、どこで遊ぶの？渋谷多いかな。渋谷か、地元。バカなことやってずっと笑ってる感じ。安定だよね。うん、もうそういうことしかしない。うん、どこで買ったりするの？ネットか、あるけ。わかる、一緒。待って、一緒。ブランドで言うと、ブランドマルキューだとベイビーシューとか。あー、バンスコめっちゃ使うかな。そういえば月にどんくらいか。ええぐいよ。まあそこまでえぐくはないけど、買っても一回も着ない服とかあったり、このお店にあるから可愛く見えたりするの。あ、そういうの買っちゃったりするから結構買っちゃうかも。バイト代の半分がネイルと髪の毛で。わかる。でもそれはわかる。バイト代ほぼそういう美容関係のね。こんなグダグダな私たちなんですけど、本当に結構ねグダグダだったんですけど、まあこれから体張ったり、うん、体張る系やりたいね。やりたい。そういうことして頑張っていきたいと思うので、うん、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。以上、吉江とルカでした。バイバーイ。